どうもどうも、中野実験室です。マインクラフトです。今日は、空から石を積むやつの続きではなくて、穴を掘るやつをやりながら、パシスロマドカマギカ3の感想を言っていこうかと思います。前回石を積みながらのやつで、まあ打ってきた日の感想みたいなのは言ったんですけど、今回は大地震の感想です。ちなみに、今日は2019年9月8日の撮影であります。で、私は多分低設定じゃなくと思うんですけど、よくて設定4ぐらいを触ってきたのかなと思ってるんですけど、実際のところはわかりません。弱チェリー確率以外はあんまり良くなかったっていう感想なので、実際はまあ設定1と言わなくても設定2とかを4だと思って打ってたっていう可能性もありそうなぐらいです。まあ実際その設定したとかが出なかったっていうのは前回の動画で話したんですけど、まあそれは仕方がないかなという感じですね。でですね、大地震の感想へと移っていくわけなんですが、そうですね。まあ、正直なところを言いますと、なんでしょうね。その、初打ちで、まあ負けなかったんですけど、950枚投資で、1100枚弱回収だったんで、ギリギリまあ、プラスのところでやめたんで、負けてないんですけど、なかなかその伸びるのが、分かりにくい台だなっていう感じでした。で、それはマドカマギカ2が出た時も多分同じようなことが言われまくってたと思うので、歴史は繰り返す的なものはあるかもしれませんけど、初期枚数がまあ絶対100枚以下にはならんですので、何がどうあっても、ホーリークインテッドで、100枚以上は乗るので、ラッシュ入ったけど、その100枚も出なかったってことはないんですけど、でも、なんちゅうか、もっと出てほしいなっていう感じですね。一番出たので、ATA に8回入ったんですけど、一番出たので1100枚ぐらいでしたね。まあ、窓2だと、まあ、マギカラッシュ入ったけど駆け抜けて、まあ、60枚とかで終わったみたいな辛い体験を初期にされた方は、もうこんな打つかっていう比喩になった人は多いと思うんですけど、まあ、やはり同じことが、まあ、行われているのかなっていう感じです。リゼロとかのえぐいところは、多分リゼロと、比べて語られることは、もう避けて通れないことだと思うんで、私もまあリゼロと比べて話すと思いますけど、リゼロのまあ凄さっていうのは、まあ、その、一番深い天井まで行くと、AT のモードが高くなって、初期ゲーム数の期待が高くなって、まあ、800枚、1000枚ぐらいはすぐにペロッと出るっていうあたりだと思います。で、私はその、いわゆる699ゲームの天井には一度も行かなかったんですけど、もしも行ってて、マギカラッシュ入っても、駆け抜けたりとかしたら、まあ、マギカボーナスを経由するので、実際にはまあ150枚以上ぐらいは出るんですけど、まあ、天井がまあ700ゲームで、まあ大体その700枚ぐらいで天井には行くっていうことらしいですけど、700枚かけていった天井で獲得が、150枚とかだったらやっぱちょっと辛いなという気がしますね。まあ窓通の天井とかあれ普通に1500枚ぐらい多分かかるはずなんで、確かまあ1500枚ぐらいはかかるので、もっときついっちゃもっときついんですけど、
マドツはその代わりそのゲーム数解除がないですから、まあ、その天井行っちゃうのはもう自分の引きの問題なので、まあ、どうしようもないと。まあ、文句は出ないわけですけど、マド3はまあ、ゲーム数解除がある関係で、強レア役とかを引いた時のボーナス当選率は当然まあ、低くはなってるとは思うんですね。うん、まあだから、うん、結局まあ引けないのは自分のせいだっていうのは変わらんのですけど、うん、やっぱりそのゲーム数解除だしなっていう気持ちはまあ多少湧いてしまうのが事実でした。うん、でまあ、ただまあ思った以上に強チェリーとかでもボーナス当選したんで、うん、そんなにまあリゼロほどはきつくないというか、リゼロはまあ、仮にきつかったとしても、白ゲーを突破できたら出ることが分かってるので、うん、リゼロのきつさとはまた違うきつさと言えると思うんですけど、うん、まあ、その、天国に移行してほしいなとかすごい思うっていう、うん、100ゲーム以内のでの負けがボーナス当選とか、だいぶ大事で、100ゲーム以内にマギコボーナスに当選した上で、ラッシュにも入れて、ほんでもって、ラッシュ中も伸ばさんといかんっていうので、1000枚出るまでのハードルがすごい高いという、有力感感想とか本当にできるんかなっていうような感想さえ持ちました。まあもちろんできるとは思うんですけど、ただまあリゼロのことを思い出すと、結構リゼロね、多分みんなそうだと思いますけど、マギカラッシュじゃなくてゼロカラッシュに突入して、まあ10回もラッシュに突入させたら、まあみんな1回ぐらいエンディング見てるんじゃないかなっていう気がして、出玉性能高さゆえのエンディング到達率の高さというか、エンディング到達さえその出来れなんじゃないかって言われてるところはあると思うんですけど、まあ実際のところはわからんですけど、一応、マド3は2000枚、その残り獲得枚数が2000枚を超すとエンディングに発動する条件みたいで、まあ、最大で乗ったのが1000枚まで行ったのが最大でしたから、最大が1000枚でしたから、もう1000枚乗せるんかっていうような感じですね。まあ、どうやって1000枚乗せるんかなっていうような風に思わなくもないんですが、その1000枚乗ったっていうのが、マギカチャレンジで、3人とも、解除しました。これ結構すごいと思うんですけど、マギカチャレンジで3人解除して、つまり悪魔ホモラゾーンに、突入して、480枚ぐらい乗ったのかな、初期、メダル枚数が。で、その後に、ホモラ VS マミの特化ゾーンにも入って、で、そこで伸びて、で、その後ボーナスとかを引いたりして、まあ1000枚と。なんで、まあマギカチャレンジをそもそも3回あって、1回でも突破しないといけないわけで、リゼロと違ってそんなに出来れはないというか、一応その通常時のモードが通常モード、チャンスモード、悪魔モードってがあって、悪魔モードだとマギカボーナスに行った瞬間に悪魔ホムラが確定するっていう、まあ、天国のようなモードがあるみたいですけど、まあその悪魔モードへの移行は別として、チャンスモード中は、マギカチャレンジのソウルジェムが、1個が赤以上になるっていう特典があるみたいで、まあ、おそらくそこに設定差があるんだろうなっていう部分と、まあ、そこでまあ、いかに、AT をゲットするか、そしてそれを伸ばすかにかかってる台だなと。結構だからもう、やっぱりね、リゼロが
6号機の AT 機の概念を変えすぎてしまってる問題もあると思うんですけど、まあ、絶対にリゼロと比べられるし、ラッシュ入っても出ねえじゃんっていう感想は世の中に溢れてるんじゃないかなと。まあ、駆け抜けると大抵160枚か180枚ぐらいで終わるんですけど、リゼロで40ゲーム駆け抜けると、まあ大体300枚ぐらいですから、まあ大体まあ倍ぐらい違うかなと。まあその代わり、そのリゼロと違ってその A 天井で回すしかないみたいな地獄は一応ないんで、仮にそのゲーム数怪獣が699を選ばれてたとしても、通常モードの天井の最深部が描かれたとしても、まあ強チェリーとかで解除できればいいわけですから、だからまあリゼロみたいなパチスロが嫌だっていう意見が結構まあ巷の YouTube のパチスロ動画とかを見てると、そういう人はまあ好きになるんじゃないかなという感じですね。なんせそのゲーム数以外でも解除できるし、チャンスゾーンにも入るし、でまあ多分そこに設定差があるだろうから、まあでもチャンスゾーンね、私通常時2000何百ゲームぐらい回して4回しか入らなかったですから、結構その設定6で追加の 25% っていう話ですけど、まあ、だから6じゃないかなっていう感じはしました。まあ、窓通の魔女の結界もまあそこまで入らないので、そんなにまあ大差ないのかもしれませんけど、窓3はそのチャンスゾーンのケーキが完全にスイカしかないので、まあ、特に入らんという印象が強いですね。ただまあスイカ確率は 65.5 分の1なんで、多分、前作の窓2の強チェリーとスイカの合算ぐらいまでには下がってるのかもしれません。強チェリーがまあ300分の1ぐらいで、スイカが、100分の1ぐらいですから、つまり、300分の4ぐらいですから、まあ75分の1ぐらい、でまあ多分だから体感として窓2のチャンスゾーン当選よりは、あんまり大差ないような調整はされてるっぽいような気がします。まあ、一応窓2はあの超広角中のベルとかでもチャンスゾーン入るんで、あとまあボーナス終了後の何パーセントとかでも入るんで、その、レア枠引く以外のチャンスゾーンもあるので、チャンスゾーンの入るケーキ自身は窓2の方が多いですね。干渉サガンフィールドのチャンスゾーンもまあ、なかなか解除できないですね。10ゲーム間に多分レア枠引ければ、レア役公約でチャンスですから、ベルリプレイの何パーセント、レア役ので確定ぐらいのノリだと思います。4回やって2回解除できたぐらいですかね。まあだから設定判別要素でもありますけど、高設定ほどチャンスゾーン突入も増えるから、初当たり回数が多くなるっていう感じでしょうね。で多分チャンスモード中に、チャンスゾーン解除で当たったマギカボーナスはチャンスモードの恩恵とかに入るでしょうから、そういうところでの細かい引きも影響してくるんじゃないかと思います。でまあ私の初打ちの感想は、やっぱりリゼロと比べちゃうかなっていう感じと、あとどうやって1000枚2000枚出すんだろうかなっていうようなのが、印象です。まあ窓2も初めて打った時そんな感じだったんですから、でもあれもやっぱりその私多分最大で3000枚ぐらいはワンラッシュで出してるはずなんで、まあ、なんだかんだでちゃんと引きが噛み合えば出る性能はあるんじゃないかと思うんですが、とにかくまあ駆け抜けのあれが多かったと。そしてまああの多分一度も広角に行かないとか、一度に
もう上乗せしないとかっていうような条件で、ラッシュ終了後のくるみ割り人形の、やつのあれがまあ優遇されてるんじゃないかなと想像できるんですけど、うん、あとまあ汚れ発動は、マギカボーナスの時の、ラッシュ非当選でも汚れが発動するみたいなんで、まあ、天井まで行った時の恩恵があるとするならば、まあ、汚れが溜まってるという部分でしょうかね。くるみ割りスタートがまあできるっていうやつですね。だくるみ割り人形の悪魔も魔女のやつもあれバトル、あのワルプルギスの夜と同じ形式ですけど、3セット勝利保証なんですね。3セット負けない保証になってるんですけど、3セットで最低60枚上乗せで終わっちゃうっていうのは、まあ、なんとか調節して、最低保証100枚ぐらいにして欲しかったかなっていう気がしますね。もちろん、その、平均上乗せは140枚あるみたいな、140枚あるみたいなことが解析サイトには書いてあったんですけど、私は何回か入って最大で80枚で、最低で60枚っていう感じだって、まあ頑張って入れたラッシュが、うん、くるみ割りまで行ったけど、くるみ割りもまあ、60枚エンドで、で、その後も駆け抜けてっていうのがまあ何回かありました。うん、そこまで行けて、ようやく300枚出るぐらいのニュアンスでしたね。うん。駆け抜けでくるみ割りもスルーっていうのが一番辛いパターンですけど、うん。なかなか難しいもんです。今私はまあ、弱地が良かったんで、追うか追うまいかっていうのを何回か悩んだ挙句、でまあ一応食らったところで終わったという判断は間違ってなかったみたいで、うわ、剣を持ってるやつに、ほつかれた。まあ一応だから、950枚で、回収が110枚ぐらいですから、250枚ぐらいは勝てたという感じですね。うん。で、その後リゼロで、レム膝枕で放置されてる台があったので、それのまあ、レアリティだけ見ようと思って30ゲームぐらい回したんで、そこからさらにちょっとだけ減らして終わったんですけど、一応プラスで終わりました。いやー、うん、設定狙いをしたつもりだったんですけど、うん、そもそも店側が設定入れる気なかったっていう、どんなに頑張ったって設定は積もれなかったという結果を得ました。次の芸能人来店とか、あるいは旧イベビの設定配分が気になりますけど、まあ多分しばらくはリゼロで行くしかないんだろうなと、私もその、普通の、一般営業の平日の日にリゼロの稼働がまあ、もう見るように落ちていったので、これはもうリゼロはないだろうと、芸能人来店日でも、打たないであろうコーナーには設定入らんだろうと、高をくくったんですけど、それはどうやら間違いだったみたいで、リゼロには入ってたみたいで、それをまあ、積もったパチスロ生活者が、まあ、ちゃんとプラスにして帰ってましたね。まあ、そういうところの立ち回りも含めて、やっぱり経験値の差があるというか、朝一抽選に参加されてなかったんですよね。まあだから朝一の客の動きとかを見て、で、まあもしかしたらその店員さんとかとちょっと話をして、これまでその店長らしき人間と、その日の責任者っぽい人と話してる様子をたまたま見たんで、いや、リゼロをしてるんですけど、客付き悪いですね、みたいなことをもしかしたら聞いたのかもしれません。まあ私もその、打ちに行く、20スローを打ちに行く日とかは特に前日の下見をするんですけど、そういう時にまあ店員さんから、明日はリゼロですよ、みたいなことを言われたりもするんで、全く情報を得てないかといえば、まあそうでもないので、人のことは言えんのですけど、まあ、ちょっとまあ次またリゼロ狙える日が、あったら狙っていきたいと思う反面、マード3の高設定も打ちたいなと思うところもありので、ちょいと悩み中です。
まあ、ゴスロにリゼロが移動するみたいな告知があったんで、それがまあ置いてある間は、ちょっとゴスロで打ち倒してもいいかなと思ったりもしました。長くなりましたけど、そんな感じの、マドカマリカ3の感想でありました。それではまたお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。